まずはじめに令和2年度決算の概要についてでありますが、令和2年度一般会計決算は歳入歳出とも過去最大3年連続の2000億円台の規模となりました。財政指標につきましては経常収支比率また公債費負担比率が向上しており、健全化判断化比率等につきましては国が定める基準を大きく下回っているなど、本市の財政は健全な状況にあります。引き続き未来への投資による人や企業に選ばれる魅力あるまちづくりを推進するとともに、財政の健全性及び長期安定性を確保するため、さらなる歳入の積極的な確保や内部努力の徹底による歳出の抑制に加え、基金や資債の効率的かつ計画的な活用などにより、施策事業の着実な推進と将来世代の負担に配慮した財政運営に取り組んでまいります。次に風水害時の車両待避場所の確保についてでありますが、これは台風などの風水害時に市民の財産である車両を水没による被害から守るため、私有施設や民間事業者の駐車場を車両待避場所として開放するものであります。市内5カ所の車両待避場所のうち、ご協力をいただく民間事業者の方とは今後災害時協定を締結し、使用を開始いたします。車両待避場所につきましては、避難所の開設と同時に市の登録制防災メールやホームページなどでお知らせをしてまいります。次に G20 グローバルスマートシティアライアンスへの参画についてでありますが、この度本市はスマートシティの効果的効率的な運用に資する共通認識を醸成することを目的に設置されている世界的な組織であります。このアライアンスに参画をいたしました。国内では現在23自治体が参画しており、今後は各都市と連携してスマートシティの取り組みや知見の情報共有を図るとともに、グローバルなイベントなどを通しまして本市のスーパースマートシティに関する取り組みを国内外に広く発信してまいります。次に田んぼダム普及促進に向けた動画の作成活用についてでありますが、これは本市の総合治水雨水対策を着実に推進するため、農業者の皆様に向けて田んぼダムの普及促進に向けた動画を作成したものであります。動画の内容といたしましては、田んぼダムについて農業者の皆様が抱える疑問を解消するため、排水調整マスの設置やその操作方法などについて分かりやすく説明しております。今後は市の YouTube チャンネルなどで放映するとともに、動画の DVD を広く活用し、田んぼダムの普及拡大と理解促進を図ってまいります。ここでその動画の一部をご覧いただければと思いますので、お時間を少しいただきたいと思います。田んぼダムに取り組むきっかけとなったのは、令和元年10月に日本に上陸し、関東地方、東北地方などで記録的な大雨となり、大きな被害をもたらした令和元年台風第19号です。本市においても、主に田川、菅田川などの河川が溢水し、広い範囲で床下、床上浸水が発生するなど、甚大な被害が発生しました。
そこで宇都宮市では流す、貯める、防ぐ備えるの3つの柱からなる総合治水・雨水対策推進計画を策定し、県と連携しながら一水被害の軽減を図るための取り組みを推進することといたしました。3つの柱のうち、貯める対策の主要な取り組みの一つとして田んぼダムを位置づけ、普及拡大に取り組んでいるところです。田んぼダムとは、田んぼの排水口に排水量を絞るマスを設置し、田んぼに降った雨水の排水量を抑制することで雨水を一時的にため、ゆっくりと排水することで河川の急激な増水を抑えることができるという取り組みです。設置するマスの内部には排水量を絞る石板がついており、通常10センチから15センチの口径で排水されるところを4センチの口径に絞ることで、ゆっくりと雨水を排水しながら田んぼに雨水を貯められるという仕組みになっています。次にマスを設置した場合の効果を説明します。こちらは内部の石板をつけた場合とつけていない場合を比較した動画です。まずは石板をつけていない場合です。次に石板をつけた場合です。このように排水量が少なくなったのがお分かりいただけたと思います。より多くの田んぼで取り組んでもらうことで、大雨時の河川への流入量が抑制され、一水被害の防止・軽減につながる取り組みとなっています。いかがでしたでしょうか。田んぼダムの仕組みについて説明をしてきましたが、皆様の田んぼダムへの理解にお役に立てれば幸いです。宇都宮市では土地改良区が実施するマスの設置支援のほか、田んぼダムにご協力いただける農業者の方を対象に様々な支援を行っています。田んぼダムの実施には農業者の皆様のご協力が不可欠です。一人でも多くの市民の生命・財産を守るため、多くの方のご協力をよろしくお願いいたします。動画をご視聴いただき、協力を検討いただける方、より詳細な点をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、こちらまでお問い合わせください。動画をご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上をもちまして町議案件の発表につきましては終了させていただきますが、新型コロナウイルス感染症対策についていくつかご報告をさせていただきます。まず高齢者施設等の職員に対する検査についてでありますが、本県が8月20日から緊急事態宣言の実施区域として指定されたことや、ワクチン接種をされた方においても発症が見られることなどから、高齢者施設等の利用者への感染を未然に防止するため、職員に対する検査を実施いたします。高齢者・障害者の施設など約600施設の職員を対象とし、8月30日から順次検査の案内を実施してまいります。対象となる施設におかれましては、感染症のまん延防止のため積極的な受検をお願いいたします。次に、首都圏等との往来者を対象とした個人向け PCR 検査の強化についてであります。感染者数の高止まりが続く中、感染経路は首都圏等との往来によるウイルスの持ち込みにより、家庭内や職場内における感染が
多数を占めております。そのため感染を早期に発見し拡大を防止するため首都圏等との往来者などを対象にドライブスルー方式による PCR 検査を強化し8月30日月曜から9月12日日曜日の2週間実施をいたしますので県外往来などにより感染への不安がある方はお申し込みいただきますようお願いいたします。次に妊婦への新型コロナワクチン優先接種についてでありますが妊婦の重症化予防と感染リスクの軽減を図るためワクチン接種を希望する妊婦の方が早期に接種できるよう市医師会と協議を進め今般市内の多数の産婦人科のご協力のもと8月30日から妊婦への優先接種を開始する体制を整備いたしました。優先接種は妊婦の方に加え家庭内感染が生じないよう配偶者や同居の子どもにつきましても対象といたします。接種会場は市内の産婦人科または地区市民センター等におきましてかかりつけ医に相談の上本人の体調等を踏まえふさわしい時期に接種を受けられるよう優先的な予約枠を確保してまいります。今後とも感染時の重症化リスク等を考慮しながらワクチン接種を希望するすべての市民の皆様が安心して円滑に接種できるよう全庁一丸となって取り組んでまいります。以上でございます。それでは幹事社の下野新聞青木でございます。よろしくお願いいたします。先ほど市長から発表があった項目につきまして質問のある社の方は挙手お呼びお願いします。お疲れ様です。読売新聞の安田です。すみません、風水害時の車両待避場所の確保についてなんですけれどもこの取り組み自体は、宇都宮市としては初めてになるんでしょうか。初めてです。はい。で今後、各、業者さんと締結をしていくということですけど今後もそのまままた増やしていこうかなとかそう増やしていきたいなとかそういう方針はいかがでしょうか。増やしていきたいと思ってます。できるだけ多くの事業所の方に参画して、地区的にもですね、カバーができるように、働きかけていきたいと思いますので、でなるべく多くあった方がいいと思いますから積極的にこちらからお願いを企業側にはしていきたいと考えています。了解です。であとはあくまでも避難所ということであっていわゆる、寝泊まりをしたりする場所ではないということだと思うんですけれども、近くにそのいわゆる避難場所みたいなものも避難生活をするところもある場所なんですよね。こういう場所ここの避難所っていうのも そうですね、宇都宮市内ですからそんなに離れたところではないと思いますし、避難場所については、そういう避難所もありますし、ご自宅で避難できるようなご自宅のふさわしいような場合にはご自宅、特に、垂直避難ということで2階部分とかですね、安全なところにより安全なところに退避していただいて、この車両についてはあくまでも車両という財産を守っていただく、そういう場所として設置をしていきたいと思います。ありがとうございます。
あ、下野新聞亀井です。同じくこの風水会の車両なんですけども、とりあえずこの5箇所の大体何台分とかそういうのは分かるんですか？じゃあそれぞれ大体はい、把握してると思いますので、所管からすみません。キッカミカの大島と申します。台数ですけれども、ロマンチック村で約1000台、関石様で90台、スケートセンターで100台、スバル様で50台、みずほの森、自然の森公園で約100台となっております。以上でございます。と繰り返します。1000台、90台、100台、50台、100台ですね。で、下の方に協力事業所ということで100事業所とこう下にあるんですけども、ここの事業所と上のこの5つの場所っていうのはどういうふうな違いがあるんですか？はい、こちらに防災協力事業所につきましては、これまで既存の取り組みになるんですけれども、こちらにつきましてはあくまでも市が要請、避難場所についても開設をお願いするものではなく、事業者様の判断で協力できる範囲で提供いただくものとなっております。今回の車両待避場所につきましては、市が避難所が必要だと判断したときには、もう事業者様の方にお願いをして避難所を開設すると同時にここを開設して、市民の皆様にもこちらが使えますということで PR をして使っていただくものとなります。以上でございます。あくまでも協力していただくということで、もしダメなときはしょうがないという感じなんだけれども、上の5つはこういう場合は必ずお願いしますということで協定を結ぶということですね。事前にそういう協議をして、その上で、合意のもとに協定をさせていただくということになっています。はい、わかりました。ありがとうございます。どうかよろしいでしょうか。すいません、コロナの方で、高齢者と高齢者施設等の職員に対する検査なんですけれども、これは PCR 検査を指すということでよろしいですか？そうですね、はい、抗原抗体だけもう PCR を指すという意味で、ありがとうございます。次にます。保健予防課木原と申します。はい、今回の検査につきましては幅広く一斉にやるということで、抗原検査をまずやらせていただいて、それで陽性になった場合には PCR 検査も併用するような形を取らせていただいております。以上でございます。抗原検査、はい、ありがとうございます。すいません、下野新聞青木からも伺いたいんですけれども、妊婦へのワクチンの優先接種について伺います。こちら、産科、産婦人科での個別接種の場合は医療機関で予約を取りまとめる、市の予約システムでの予約は不要ということなんですけれども、集団接種の場合はこちらは通常の市の予約システム、つまりコールセンターと専用ダイヤルで予約を受け付けるということで、こちらは一般の方のその予約受付方法と同じということになるんでしょうか。でここでさらに妊婦であることでこう優先されるという考え方でよろしいんでしょうか。コールセンターの方は通常の市民の皆さんの予約と同じになりますが、専用のは妊婦さん専用になるんですよね。妊婦さんだけということになります。優先ですね。妊婦専用の専用ダイヤルが、あ、そうなんですね。あ、分かりました。はい、それから加えてちょっと、保健予防課の石川と申します。
集団接種の場合は、一般の場合は、コールセンターとウェブ予約で、予約をすることになりますけれども、今回の妊婦の方への優先接種については、通常の予約枠とは別枠を確保して、そこで予約をするということで、それで専用のコールセンターの方で別枠の方に予約をお取りするのと、先ほど市長がお話しいただいた妊婦専用のダイヤルからお電話いただければ、その別枠の方に予約を取る、そういった流れで進めていこうと考えております。以上でございます。そうしますと、妊婦専用の予約枠としてはこれ何人分を確保していらっしゃいますか。保健予防課の石川と申します。集団接種の、9月分の、妊婦専用の、予約枠として、1000人分を確保しているところでございます。以上でございます。集団接種だけで1000人分ということで、はい、とプラス個別接種は個別接種でまた別の予約枠があって、それは何人分。こちらに、保健予防課の石川と申します。こちらにつきましては、それぞれの、医療機関のところで、受け入れていただくことになります。で、大体その妊婦の対象者が、市民の方で、2000人程度は、いるということを把握しておりますので、その方たちに、接種ができるのかなということで考えております。で、それに必要な、ワクチンにつきましては、市の方から医療機関の方に送付をいたします。以上でございます。それから続けてですみませんが、首都圏の都の往来者を対象とした個人向け PCR 検査に関してなんですけれども、すでに実施された分、8月2日以降、3期間に分けて実施されてますけれども、3回目については今まだ途中ですかね。これまでの申し込み状況ですとか実施件数、それから陽性反応があった方がいらっしゃったのかどうかというあたり、もしお手元に資料があればお答えいただきたいんですが。保健予防課、木原と申します。先ほどのご質問で、これまで実施した分が、1回目第1弾が8月2日から8月5日の感染急拡大に関するチェック、こちらにつきましては18名の方にお申し込みいただきました。第2弾といたしまして、10日から13日の、オリンピック関連後の事後チェックということで、こちらは29名の申し込みがございました。第3弾は今まさに集計中でございますので、ちょっと手元に、件数の集計をしておりませんが、いずれもこれまでに検査を受けた方は全て陰性ということで、陽性者はございません。以上でございます。他に質問はよろしいでしょうか。大丈夫ですか。そうしましたら、発表事項以外でですね、市長にお尋ねしたいと思いますけれども、最初にすいませんが、幹事社から質問させていただきます。今月20日に本県に対して3度目となる緊急事態宣言が発令されました。このことについて、まず市長としてどのように受け止めていらっしゃいますか。それから緊急事態宣言に伴ってですね、市の進めている事業にも多少の影響が及ぶことが考えられるのではないかと思うのですが、現在進行中の市の大型事業、特にその LRT ですとか JR 宇都宮駅東口整備事業など、それらへの影響についてどのような見通しをお持ちでしょうか、ということが1点です。それから市内の感染状況についても伺いたいんですけれども、ここ数週間でですね、だいぶ市内の感染者も急増していると思います。で、市内の感染状況と傾向についてどのように分析していらっしゃいますか。それから典型的な感染のパターンがあれば
市民への注意喚起の意味を込めて、具体的に例示していただければ幸いです。それから、新型コロナウイルスのワクチンの接種状況について、お尋ねします。市内の64歳以下への接種が始まっていますけれども、現時点での全体の市民の接種率をお示しいただけますでしょうか。またその進捗状況に対する市長の見解も合わせてお聞かせいただければと思います。以上です。まず一つ目、緊急事態宣言発令についてということで、3度目の発令となりました。なんとか2回で済めばと思っていましたけども、そういう状況にならない、市民の皆さん、企業の方々にも大変ご協力をいただいたにもかかわらず、こういう、状況になっております。強い危機感を今抱いておりますけども、本市もこれまで PCR 検査の拡充による患者の早期発見、また事業者関係団体と連携いたしました市民の皆様への行動自粛の呼びかけなど、感染拡大防止に全力を尽くしてまいりました。しかしデルタ株への置き換わりというのが大変進みまして、7月下旬から感染拡大が続いているような状況となっています。感染症患者が急増しておりますけれども、保健所の応援体制を強化する などによりまして、濃厚接触者また感染経路を特定するための積極的疫学調査は縮小することなく実施をして、感染の早期封じ込めに努めているところであります。また自宅療養者の増加に対しましては、県におきまして入院医療機関や宿泊療養施設の受け入れ可能人数を拡大していただいております。市としてましても、患者の受け入れ先と保健所が緊密に連携し、患者の症状等の情報共有を行うことなどによりまして、早期入院また療養につなげているところです。さらに毎日自宅療養者への健康観察、これを行っております。電話診療また訪問往診についても、市の医師会や医療機関の協力によりまして、対応可能な体制を確保しているところであります。感染症患者が安心して療養できるよう、引き続き今申し上げた関係者関係機関と連携を取ってしっかりと対応してまいりたいと思います。次に、緊急事態宣言のに伴って市の事業にも多少の影響があるのではないかということでありますけれども、まずご指摘いただいた大型事業のうち、LRT でありますけれども、橋梁の工事、橋梁などの高架構造物工事、また県道の全線においての各種工事、これが実施されていますけれども、今のところ着実に整備を進めているところであります。また宇都宮駅東口地区整備事業でありますけれども、複合施設等の丸にですね、ホテルが最高級のホテルといったところですけれども、それ以外については市の施設である、コンベンションホール、また民間施設の商業施設、病院等の整備、これは順調に進んでおります。いずれも資機材が手に入りにくいとか、あるいは陽性の患者さんが現場で出て遅延するとか、そういう話は一切今のところありませんので、順調に進んでいるものと考えております。と、患者さん感染状況についてでありますけれども、まず特徴としては、60代以上の感染割合というのが大幅に減少しています。ワクチン接種の効果が出ているものだと思っています。また50代以下の感染割合が増加していますが、特に10代以下の感染者数が増加している状況にあります。感染経路でありますけれども、感染経路不明の方が多い状況でありますけれども、第3波と同様に職場内での感染が家庭内に持ち込まれている、これが特徴だと思っています。夏休みお盆などによって首都圏等の往来や帰省などがこの原因になっているのではないかと分析しています。また県内でも置き換わりが進んでいるデルタ株でありますけれども、感染力が強く、年齢にかかわらず感染のリスクが高いということ、
家庭内また職場内での感染拡大やクラスターの発生がこれによりまして強く危惧をされています。ワクチン接種後に感染する事例も見られまして、ワクチンを接種したからもう大丈夫だとか、また巷で言われている若ければコロナにかかっても軽症で済むから大丈夫という考え方は大変危険だということを皆様方にもご理解をいただきたいと思います。外出の自粛やまた特に都道府県間の移動の自粛、これは慎重に自粛をお願いしたいと思いますし、またこういう状況が続いていますので、メンタルの面も含めた体調管理、これに十分注意をしていただきたいと思います。また外出、先ほどお話ししましたけれども、20時以降の外出の自粛、また外出する場合でも混雑をしている時間や場所というのはぜひ避けていただきたいと思います。また営業時間の短縮など移らない取り組みに事業者の皆様方にも、さらにご協力をお願いいたしたいと思います。また事業者におきましては、市民の外出自粛、また飲食店等への営業時間短縮、休業の要請の影響によって多くの業種において大変厳しい経営状況にありますので、市としても継続的な支援が必要であると考えております。現在県の営業時間短縮休業の要請に応じていただいた飲食店等に対しては、県が実施する協力金に対しまして市が独自に上乗せを行っています。また飲食店以外の事業者に対しても、売上が減少する事業者を支援する宮野事業継続支援金、この制度を9月上旬目途に開始するなど、厳しい経営状況にある事業者への支援を拡充しているところであります。今後においては新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めながら、宮野食べ得チケットの第2弾についても適切効果的な時期に実施できるよう必要な準備を今進めているところであります。引き続き事業者の皆さんの声などを伺いながら、宇都宮商工会議所などと連携をして、市内事業者の事業継続、また地域の消費喚起を促すさまざまな施策について検討を進め、地域経済の回復に向けてより的確で効果的な支援、これをさらに進めてまいります。3つ目の64歳以下のワクチン接種率でありますけれども、国のワクチン接種記録システム VRS に基づく8月25日時点における12歳以上の接種者の登録状況でありますけれども、1回目の接種者数が207,806人で、接種率は 44.9%、 44.9%、 2回目の接種者数が15万飛んで、飛び飛びの57人、15万と57人で、接種率は 32.4%、 32.4% ということでございます。ただこの数字は、1週間ほどずれ、タイムラグがありますので、ちょっと1週間前の数字だということをご理解いただきたいと思います。以上ですね。どうもありがとうございました。ちょっと補足で伺いたいんですけれども、その接種率につきまして、今後の見通しは間違ったですね、今後の見通しごめんなさい。ですね、60歳から64歳の予約受付は7月7日でしたが、59歳以下の予約受付が7月26日に開始をしていますが、ほとんどが8月以降に接種を予定しています。ワクチン供給量が回復するということでありますので、予約枠の拡大も今進めているところでございます。接種率は今後伸びていくものだと思いますし、ワクチンの供給がさらに良い状況になってまいりましたら、平日夕方、そして土曜日曜の接種も進めていますけれども、そこも拡大できればと思っています。
かりました。ありがとうございました。では他に質問があればどうぞお願いします。では他にご質問がないようであればこれで終了してよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。